はい、どうも、チョブリです。てことで、今日はですね、週間 MP 当たり選手ランキングやっていきたいと思います。てことで、8月17日木曜日ということで、メンテナンスが明けたんですけれども、今週から週間 MP が復活ということで、結構ね、熱い週間 MP 来てるんで、ちょっと今回も当たり選手ランキングベスト5ということでやっていきたいと思います。で、まず今週のガチなんですけれども、まずこちらですね。エピック AC ミランということで、インザーギとカカとカフーの3名が来ております。これも結構話題性があって、カカがね、最強とも言われているんで、まあ、この他の動画で解説していきたいと思います。そしてこちらですね、エピックチチャリートということで、こちらは52のボックスローガチャなんですけれども、チチャリートがエピックで登場していて、他にもね、ケイリーニとかハイライトの選手も登場しているガチャが来ています。あとはこっちのリーグセレクションガチャの J リーグですね、マンスリー MVP のガチャが今週も来ております。まあ、これに関しては、まあ、J リーグが好きな方が引くガチャになっているんじゃないかなと思います。で、今回こちらですね、週刊 FP POTW ワールドワイドってことで、やっと復活しましたね。これで毎週の楽しみが本当に増えたかなって感じがあるんですけれども、今週結構ね、個人的には熱いメンバーになっているんじゃないかなと思います。メンツこんな感じですということで、まずこれ上の段めちゃくちゃ熱いですよね。ベリンガム、サカ、ロドリ組んで、イサク、レイノってことで、まずこれだけどめちゃくちゃ熱いかなって感じがあるんですけれども、それ以外にもね、ジェレミ・ドクとかね、ベルフワインとか来てるんで、結構今週はね、個人的には熱いんじゃないかなと思います。まあ、しかもね、スキル追加とかで強化されている選手も登場してるんで、よかったらね、動画参考にしていただければなと思います。てことで、早速当たり選手ランキングベスト5からやっていきましょう。はい、てことで、まず5位はこちら、ロドリですね。5位に選ばせていただきました。今作最強クラスのアンカーがまたまた週刊 MP で登場したわけなんですけれども、まあ、過去最強とは言えないんですけれども、それでも今回のロドリもかなり強いんじゃないかなと思います。身長191センチで、利き足が右利きですね。プレイスタルがアンカーでできるポルションが CMF と DMF ということで、まあ、やっぱり使うなら DMF でアンカーなんじゃないかなと思います。で、ノロク値見ていくとこんな感じですね。まあ、おへそは低いんですけれども、ドリブルノロク値76ではあるけれども、ボルコン、ボールキープが85、88って感じで、かなり高めになってますね。パス能力値も86、83って感じで、ここも高いのいいポイントかなと思います。決定力とかね、かなり低いんですけれども、まあ、アンカーなんでね、あんまり気にならないと思います。で、ディフェンス能力ね、今回このアグレッシブネスがかなり高いですということで、アグレッシブネス90までありますね。これはかなり魅力的だと思います。ボールダッシュ86、守備式85ということで、ここも結構高めになってますね。で、やっぱね、これスピシュンのオッサがね、結構気になる方多いかなって思うんですけれども、まあ、アンカーだったらギリギリ許せるかなって感じはあるんですけど、まあ、それにしても結構遅いですよね。これでまあ、スピシュンが70とか乗っかっていたら、もう少し順位上にしても良かったかなって感じがあるんですけれども、まあ、やっぱりここが低いの気になる方もいると思うんで、今回5位に選ばせていただきました。まあね、フィジカルコンタクトも80超えてますし、スタミナも88ということで、ここに関してはいいんじゃないかなと思います。逆足の頻度が普通、精度が高い、波が小さいということで、ここに関してもいいポイントですね。で、スキル見ていくとこんな感じです。ライジングシュート、ワンタッチパス、スルーパス、バックスピンオブ、低弾道の分、ワンマーク、インターセプト、エアバトル、スライディングタックル、逃走シーンということで、相変わらずスキルはかなりいいですよね。ディフェンス系のスキルはもちろんなんですけれども、スルーパス、ワンパ、ライジングシュート持ってるのがいいポイントかなと思います。まあ、唯一の欠点というのはやっぱりこのスペシュンですかね。他の能力者かなりいいんですけれども、これが若干遅いということで、ここに気になる方結構いるんじゃないかなと思います。まあ、それでも他の能力者かなりいいですし、最強クラスのアンカーには、ね、間違いないと思うんで、ぜひね、獲得した方は使ってみてください。はい、ってことで5位がロドリでした。続いて4位見ていきます。はい、ってことで4位はこちら、ジュール組んでですね、4位に選ばせていただきました。この選手もね、大人気の右サイドバックの選手かなって思うんですけれども、今回センターバック登録で登場しましたということで、見ていきたいと思います。身長が178センチで、利き足が右利きですね。で、プレイスタルがビルドアップということで、センターバックと右サイドバックができるんですけども、まあ、どっちで使ってあげてもいいと思いますけど、個人的にやっぱりね、右サイドバックがいいんじゃないかなと思います。センターバックの若干身長が足りないよって方もね、いるかもしれないですね。で、能力値見ていくとこんな感じですね。まずドリブル能力値は全部70乗っかってきて、これね、センターバック登録の選手にしてはかなりドリブル能力値高い方なんじゃないかなと思います。パス能力値も結構高めになってますね。ヘディングも83までありますし、そしてディフェンス能力こちらですね。ディフェンスセンスが87、ボールダッシュが86、アグレッシブレスが82、守備式が86ということで、まあ、90乗っかってる人じゃないんですけれども、右サイドバックで使うならかなりディフェンス能力は高い方なんじゃないかなと思います。で、これですね、スピシュンが82、瞬発が78ということで、やっぱりこのね、足の速さは結構魅力的なんじゃないかなと思います。センターバックで起用してもかなり高い方ですし、右サイドバックでも十分なんじゃない
ないかなと思います。でジャンプは90あるんで意外と身長は小さいんですけれども、セライも強いですね。フィジカルコンタクトが83、ボディコンが75、スタミナが83ということで、ここに関してもいいんじゃないかなと思います。逆足の頻度が普通、精度が普通、波が小さいということで、スキルはこちらですね。足裏コントロール、ヘッダー、バックスピン、ロブ、マンマーク、インターセプト、ブロッカー、エアバトル、スライディングタックル、アクロバティックや闘争心ということで、まあ、ディフェンス系のスキルしっかり兼ね備えてますよね。ここは素晴らしいと思います。まあ、右サイドバックで使うにしてもピンポイントクロスとかは持ってないんで、まあ、完全に守備的な右サイドバックとして起用するのがいいんじゃないかなと思います。まあ、気になるポイントとしては身長とやっぱりこのディフェンス能力が90乗っかってる数値がないんで、そこはねセンターバック起用だったら気になる方いると思うんですけれども、右サイドバックだったら間違いなく最強クラスだと思います。まあでもドリブルの能力値も高いですし、使用感も軽めになるんで、軽めのセンターバックが使いたいよって方はいいかもしれないですね。この選手を間違いなくね最強クラスのセンターバック、右サイドバックだと思うんで、ぜひね温かさ使ってみてください。はい、ってことで良いがジュールクンデでした。続いて3位見ていきます。はい、てことで3位はこちらイサクですね。3位に選ばせていただきました。最近使ってる方がね、まあ、指名契約でも登場してかなり多いかなって思うんですけれども、今回のイサクもめちゃくちゃ優秀ですね。これはワンチャン乗り換えるのもありなんじゃないかなと思います。ってことで見ていきましょう。身長192センチで右利きなんですけれども、できるポジションが CF と右ウィングということで、個人的に使うのはねやっぱりラインブレーカーを生かしてセンターフォワードで使ってあげるのがいいと思います。で能力値こんな感じですね。ドリブルの能力値は80を超えていて、ボールコントロールが84、ドリブル85、ボールキープが86ですね。 OSM も81までありますと。パスが若干下手なんですけれども、決定力もしっかり80は超えてますね。でスピシュンがスピードが88、瞬発が84ということで、やっぱりイサクはねこの足の速さが魅力的なんじゃないかなと思います。フィジカルも意外とあるんで、スライも強いですということで、そこもいいポイントですね。まあ、ボディコンが73ということで若干低めになるんで、使用感はね少し重いかなって思うんですけれども、まあ逆足も使えますし、そこはねいいポイントかなと思います。そして今回のイサクのね一番のいいポイントがこの、ね、ダブルタッチが追加されているということで、これめちゃくちゃ魅力的ですよね。ダブタイらしく足裏がついてるんで、なんとね最初から特殊ダブタ持ちですということで、いやダブタはねスキル追加でもなかなか出ないんで、この最初からついているというのはめちゃくちゃ魅力的なんじゃないかなと思います。まあ、やっぱりね指名契約のイサクめちゃくちゃ強いんですけれども、あのイサクねダブタがついていないんで、スキル追加で追加するのはもったいないとかね、スキル追加でダブタがなかなか出てこないって方いると思うんですけれども、そういった方向けにこのダブタが元々ついているイサクはめちゃくちゃ熱いと思いますね。他のスキルもコントロール、アクロバティックシュート、ヒルトリック、ワンシューワンパー、アウトスピンキッカーということで、まあめちゃくちゃ優秀ですよね。特殊ダブタ持ちのこのワンパー、アウトスピン、ワンシュー、これ持ってるだけでまあ最強クラスだと思います。まあ、能力者は過去最強とはいないんですけれども、ドリブル能力もね足の速さもありますし、特殊ダブタ持ちですし、まあこれは間違いなく最強クラスの CF なんじゃないかなと思います。今回のガチャの中でも間違いなく当たりだと思いますね。ってことで3位がイサクでした。続いて2位見ていきます。はい、てことで2位はこちらベリンガムですね。2位に選ばせていただきました。今回の週間 FP で一番総合値が高いということで、正直3位のイサクと迷ったんですけれども、ベリンガム2位に選ばせていただきました。能力値もかなり強くなってますね。身長186センチ、利き足が右利きなわけなんですけれども、プレイスタイルがボックスボックスということで、左のウイング、左のハーフと OMF と CMF ができますね。個人的に今回ねベリンガムが OMF で登場したんで、ワンチャンチャンスメーカーとかになっちゃうんじゃないかなと思ったんですけれども、今回はボックスボックスなんで OMF で無印で使うことができますということで、これめちゃくちゃいいですよね。で能力値こんな感じになってます。まず今回のボルコンがね90乗っかってということで、これはかなり嬉しいですよね。ドリブルが80でボールキープが86と、でグランダーパス、フライパスが84、80って感じで、パス値も高めになってますね。決定力も79ということで、コンディションとチームスタイルレベルとこれも80乗っかってくるんじゃないかなと思います。で今回のベリンガムはこのアグレッシブレスが88ということで、これめちゃくちゃ高いですよね。他のディフェンス能力はね全部70代なんですけれども、まさかのアグレッシブレスだけ88ということで、これもね今回の一つの魅力かなと思います。でスピシュンもねスピードが86、瞬発が78ということで、まあ中盤で使うなら全然いいんじゃないかなと思います。フィジカルコンタクトも83ありますし、ボディコンも84、スタミナも92ということで、結構ねこれ全体的に見ても能力値かなり強いんじゃないかなと思います。まあポイントとしてはボールコンが90乗っかっているのと、アグレッシブレスが88っていう数値で、まあ、こんだけ高いのは今回の魅力かなと思います。で逆足の頻度はね相変わらず高い、精度が最高、波が小さいっていうことで、ここに関しても素晴らしいですよね。でスキル見ていくとこんな感じです。この選手もダブタらしく足裏持ってるんで、特殊ダブタ持ちですと。でライティング、ワンシュー、ワンパス、ライディングタックル、闘争心ということで、なんと今回のベリンガムがねアウトスピンキックが消えてしまったんで、これがめちゃくちゃ残念なポイントではあるんですけれども、まあそれでもやっぱりめちゃくちゃ強いなって感じで今回2位に選ばせていただきましたね。優秀なスキル持ってますし、特殊ダブタ持ちですし、こんだけ能力値も高くて画家も使えると、しかも今回無印で OMF で使えるんで、これはかなりいいんじゃないかなと思います。まあ、個人的にはね左サイドハーフとかウイングで使うってよりかは OMF か CMF がいいん
じゃないかなと思ってますね。レアルマドリードから登場した初 FP のベリンガムということで、これからのね、ライブアップデートでもかなり期待できると思うんで、ここで当てておいたらね、これは大きいんじゃないかなと思いますね。はい、ってこと2位がベリンガムでした。続いて1位見ていきます。いや、ってことで1位はこちらサカですね。1位に選ばせていただきました。今回の圧倒的一番の大当たりはこのサカなんじゃないかなと思います。これは今回マジで強いと思いますね。見ていきましょう。身長は 178cm で、引き足が左利きなんですけれども、今回右サイドハーフ登録で登場しましたということで、プレイスタイルがウィングストライカーですね。両ウィング両ハーフ、左サイドバックまでできますということで、まあ、サイドを使ったフォーメーションを使用している方はね、かなり嬉しいんじゃないかなと思います。能力値こんな感じ、相変わらず優秀ですね。ドリブルも90乗っかってますし、ボルコも84、ボールキープも83まであって、フライパスも82まであるんで、これはね、クロスもいいクロス上げれるんじゃないかなと思います。まあ、決定力は78ということで、少し低めではあるんですけれども、まあ、これもね、コンディションとチームスタイルレベルで80乗っかってくるんじゃないかなと思ってますね。意外とアグレッシブレスも72までありますと。で、スピシュもね、スピードも87、瞬発が89ということで、ここの高さもめちゃくちゃ魅力的ですよね。これもコンディションとチームスタイルで90を超えてくるってなると、かなりいいんじゃないかなと思います。でフィジカルコンタクト70まであって、ボディコンが84まであると。で逆足も使えるんで、左サイドでも右サイドでもね、どちらも使ってあげるかなって思うんですけれども、今回のタカがなんとダブルタッチがつきましたと。いや、これめちゃくちゃ嬉しいですよね。特にね、この右サイドハーフでいい選手ってなかなかいない中で、このダブルタがついたタカはね、これはかなり激アツだと思います。しかもね、ワンパスルーパスもついてますということで、いや、これやばいですよね。ワンパスルーパーダブルタがついたタカということで、今回のこのタカはね、間違いなくまあ一番の大当たりっていうか、超強化されすぎですよね。しかも逆足も使えて、このドリブルの6とこのスピードの速さで、しかもね、このサイドができるということで、今回は間違いなく超大当たり枠なんじゃないかなと思います。まあ、サカはなかなかハイライトから登場してないんで、この瞬間でダブルタ持ちがね、ついたのはかなり熱いと思うので、ぜひね、新た方は使ってみてください。はい、ってこと1位がブカヨサカでした。はい、ということで今回は週間 FP 当たり選手ランキングベスト5ということでやっていったんですけれども、いかがだったでしょうか。個人的に今週は結構熱いんじゃないかなと思っているんですけれども、まずこの5位まで紹介した5人がね、誰が当たっても本当に強いと思いますね。まあ、特に当たりは上の3人かな。サカとベリンガムとイサカは個人的に当たりなんじゃないかなと思います。それ以外でもね、エスピニャンとかもいますし、ドクとかね、ベルフワインとかもいるんで、いや、個人的に今回のガチャはかなりいいと思ってるんで、無課金、未課金の方もね、スカットと相談して引いてもいいんじゃないかなと思ってますね。よかったらランキング参考にしてみてください。はい、こんな感じでフットボール動画毎日投稿してますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。